皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は私がメイク現場で広げて使っているメイク道具をざっくりご紹介していこうと思います。それでは早速いきます。はい、でまずよく使うスキンケアです。このブランエトワールの化粧水兼乳液はいつも通り現場でもよく使ってます。あとアンブリオリスの保湿クリームも、まあ、塗るだけで結構メイクの持ちが良くなるので使っていたり、また現場だと何パターンか取ることが多いので、こういうビオデルマとかの拭き取り用のクレンジングも使ってます。現場用のクレンジングは今はこのシューのものを使ってます。結構何回もメイクオフすることが多かったりするので、こういうちょっと保湿力が高めのあんまり突っ張らないようなのをチョイスしてます。あとはなんかバセリンとか、まあ、オイル、エムズコスメのオイルとか、あとこれはドーバーパストリーゼを水で薄めた消毒液になります。でこの中にもちょっと入ってますが、あとはコットンとか、なんだろう、綿棒とか入ってます。でここには、スポンジが入ってます。でここにちょっと出してるんですけど、三つ吉のスポンジと大きめのパフです。はい、でここら辺色物で絶対使うものは一応広げてます。でここら辺はアンリサンクのものなんですけど、これは便内で、すごく発色がいいです。水ありでも使えるので、ちょっとアートなメイクの時に使ったり、あとは今日使うので出しているのがこのメイクアップフォーエバーのアイシャドウ、これもかなり発色がいいです。ちょっと1個割れちゃってるんですけど、こんな感じでかなり発色いいですね。であとはちょっと今日はアートな感じの撮影なので、こういうシュウエムラのアイシャドウもすごく発色がいいです。なのでメイクアップフォーエバーベンナイシュウは本当に発色が素晴らしくいいので、こういうアートなメイクの時によく使ってます。でまあ筆はこんな感じで、ここにティッシュを挟んでおくことによって、筆の汚れがこのケースにつかないのでよく使ってます。で、まあ、ここら辺はざっくりちょっとスタメンみたいなコスメで、まあ、今日はナーズのファンデーションを使うと思うので、ファンデーション入ってたり、はい、でこの中で最近一番買ってよく使っているのはこういうメイクアップフォーエバーのコンシーラーをよく使ってます。で、なんだろうな、まあ、でも結構いつも通り、いつも通りっていうか、まあ、ホットビューラーは最近はこのパナソニックのこのタイプを使っています。で、こういうパレットは、ちょっと変わったテクスチャー、ラメとかこう絵の具っぽいのとかを出してメイクする前に使用したりしてます。これなんかこう模様がついちゃってるんですけど、一応毎回洗ってますよ。はい、であとパウダーはラテラスとかチャコットとか、これ確かスックとか、これも終盤になっちゃったやつですけど、あとアディクションの下地とかも入ってますね。あとバーバリーのハイライトとかも入ってます。あと最近よく使うのはこのメイクアップフォーエバーのなんだっけ、ウルトラ HD パウダー、これ夏場でも結構崩れないのでおすすめです。はい、で、あとここら辺は私あんまお見せしたことなくて、多分普段のメイクで絶対誰も使わないだろうなっていうものなので、あんまお見せしなかったんですけど、この辺は今日は使うのはこういうラメとかホログラムとかを今日は使うので、こういうラメ系のものは、三つ吉とか舞台メイクのお店で買ったり、あとはこれとかこのなんだっけ、シェルネイルとか今流行ってますよね。これとかは普通にネイルのお店とかショップとかで買ったりしてます。であとこういうストーンとか、今日はこれは使わないけどこういうものとかも入ってたりします。でここら辺は、どっちかというとこの横にある便内に続くこの発色がいいものたち、普段ナチュラルメイクでは絶対使わないような、チャコットとか、チャコットもすごい発色いいです。あとこれメイクアップフォーエバーちょっとパウダー状のもの
これもものすごく発色がいいので、夏発色を求めるメイクをしたい人はおすすめです。であとこれはちょっとペイント系のものですね。基本三つ吉で買ってるか弁内かどっちかですね。でまあでもこういう風にある程度原色があると、例えばこれ白と赤混ぜてピンクが作れたりとかいろいろ作れるので、まあでもなんだかんだちょっと色は結構ありますね。はい、練り状のものっていうのかな。でここら辺は今日使おうと思ってるカラーペンシルと、なんか蓋取れてるね、あとこういうラメが入ったなんてマスカラです。で、あとここら辺は、であとここら辺はアイシャドウとかが入ってますね。であとここはよく使うチークとかが入ってたりして、であとここのこのね筆のケースはさっきの筆たちメイクブラシと違ってちょっと変わった筆です。こういう感じでちょっとアートなメイクをするときとか、こういう絵の具みたいな筆、これ一応でもメイクのショップで売ってる、あの歌舞伎とかのメイクをする方向けのコーナーかなとかにありますね。であとこれとかはあのお料理とかに使う、なんだっけ、あのスイートポテトとかの上に卵とか塗るじゃないですか、なんかあのハケ、え、なんて言うんだっけな、これなんて言うんだろう、あ、そう、なんかお好み焼きの上にソース塗ったりとかするようなやつ、これ100円ぐらいで、こうちょっとペイントとかあとのメイクの時使っても使い捨てでいけるかなと思って一応入れてます。まだ出番が来たことはないです。はい、まあ、ざっくりこんな感じで、横はちょっとヘアのものなので、まあ、こんな感じで、あ、これはね、あの新しく開けようと思ったメイベリンのマスカラで、で、あとこれ、これはあの三つ吉でこういうケースが売ってて、で全部リップ何十本も持ち歩くの大変なんで、もうなくなりそうなものとかはこういうケースに入れて持ち歩いてます。まあ、ざっくりこんな感じで、こんな感じでした。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。短くてすいません。さよなら。